七クマ。うん、なかなか立派じゃないか。俺はカナト。今日は最近流行りのソロキャンプとやらにやってきた。仕事の疲れが溜まってきたような気がしたのでリフレッシュだ。お目当ては夜の星空。今日予報だと結構風強くなって冷え込むっぽいな。まあ寒い方が空気が澄んで星も綺麗に見えるはずだけど、雨とか降らないように祈ろう。せっかく星の見える郊外を選んだんだし。え？よいしょっと。女性でもソロキャンプやっぱり流行ってるんだな。でも一人でテント張るの大変そう。あ、テント俺のと同じ色だな。近くだし帰ってくるとき間違えないように気をつけよう。俺は一応と自分のキャンプの入り口に職場でもらったシールを貼り付けて、まだ暗くなるには早いので辺りを探索することにした。さすがは郊外、自然が豊かで空気もきれいだ。どこか浄化されていくような気持ちになる。来てみて正解だったな。普段オフィスでパソコンとにらめっこだから。しばらく歩いていると風が強くなってきて、歩くのも精一杯になってきたので、俺は自分のテントに引き返すことにした。ああよかった、ちゃんとテントも飛ばされてない。ただいま。着替えようっと。何なの？キャー、すみません。さっきテント張ってた美人さんだよな。あ、俺テント間違えた？いや、シール貼ってある。テント間違えてませんか？ごめんなさい。いや、大丈夫だけど、そんなに見えてなかったから安心して。さっきの記憶は消してください。ちょっとお昼寝してたから寝ぼけてお手洗いに行って帰ってきたので間違えてしまったみたいです。そっか、風も強くなってきたからテントに戻るときは気をつけてね。はい、ありがとうございます。はあ、びっくりした。というかもう少し防犯対策するべきかな。女の子だったからよかったけど、戻ってきて知らない人いたらビビる。貴重品とかは持ち歩いてるから盗まれて困るものとかはないけど。すみません。何度もごめんなさい。その自分のテントが見つからなくて、助けてくれませんか？それは大変だね。一緒に行くよ。うわ、派手に飛ばされてるな。止めるの甘かったのかな。もう一回貼るのも難しそう。仕方ないけど、どこかホテルとか行こうかな。この風の強い中歩くのは危ないよ。ホテルもここから結構離れてるんじゃない？もうそろそろ暗くなるし。そうは言っても、もし嫌じゃなかったら俺のテントに避難してこない？あ、絶対変なことしないから。そう言われると逆に怪しんじゃう。あ、確かに本当に違くて。冗談ですよ。ありがとうございます。お邪魔してもいいですか？あ、はい。早く行こうか。コーヒー飲む？いいんですか？うん、あったかいの飲みたいよね、寒いし。はい、どうぞ。ありがとうございます。まだ自己紹介してなかったですね。ナナミって言います。大学生で課題のために来てて。俺はカナト、普通の会社員。課題って？天文の授業で星を見てレポート書く的な。へえ、いいね。俺も星が見たくて来たんだ。でも今夜は結構雲が多いね。そんな。俺は早めに寝て夜中に一回チャレンジしようかな。あ、寝袋一個しかなくて。七海さんが使ってよ。さすがに申し訳ないです。俺は防寒着があるから大丈夫だよ。私もニット着てるんで。いやいや無理あるって、さっきもくしゃみしてたし。じゃあ一緒に入りましょう。ダメでしょ。なんでですか？最近の子って普通に会ったばかりの人への警戒心薄いのか。俺もしかしておじさん？わかりました。私はこのまま起きてるので、夜中にカナトさんが起きた時に交代で使いませんか？
ってことで話した気がしたんだけど、この状況は一体、動かれると近いって。俺の予想では起きてようと思ったけど、眠くなってきて俺の隣に入ってきたんだろうな。でもなんで下着姿？寒いでしょ。今1時か。ここにいても俺の理性を試されている気がするし、もともと起きようと思ってたし、起こさないようにこっそりと抜け出して。は？ちょ、抱きつかないで。胸が背中に当たって。はあ、あの後なんとかななみさんを剥がして抜け出してきた。お、晴れてるじゃん。やっぱり本物の星空は最高だな。空気も冷たくて澄んでいてシャキッとしてくる。仕事のミスも仕方ないよな。次頑張るしかないもんな。そう、ここに来たのは疲れが溜まってというのもあったが、珍しく仕事でミスをしてへこんでいた。重大なミスにはならなかったが、同僚にも迷惑をかけてしまった。気にしないとは言ってくれたが、普段はそんなミスをしないので余計にへこんでいた。それもこの星空を見ているとマイナスな思考はリセットして、また頑張ろうという気持ちにさせてくれる。わあ、すごい。あ、七海さん起きた？はい、起きていようと思ったのにうっかり寝てしまいました。寒くて寝袋にお邪魔して。想像通りというか、俺が狼じゃなくてよかったね。お、はい。意味分かってなさそう。七海さんって大学の友達とかにちょっと変わってるというか、ふわふわしてるっていうか、言われない？え、なんで分かるんですか？めっちゃ言われます。そういえば七海さん、課題があって言ってなかった？あ、そうでした。ノートを持ってきたんです。幻想的で綺麗で頭を空っぽにしてくれますね。でも私、星は全然詳しくなくて、どれがオリオン座かもわからないです。課題じゃなければそれで十分だな。ちなみにあれがオリオン座。どれ？わ、顔近。同じくらいの明るさで等間隔に並ぶ三つ星が目印だよ。わかりました。教科書で見たやつだ。そうそう、そこから斜め下に行くと大犬座、上に行くと子犬座。親子みたいに並んでるんですね。ちょっと可愛い。そう言われると面白いな。さらに上には双子座な。詳しいですね。好きなんですか？ああ、好き。俺、プラネタリウムの運営の会社で働いててさ、星を見る機会はいっぱいあるけど、やっぱり本物とは違うから。いや、逆だな。プラネタリウムで見るからこそ本物の美しさが感じられるって感じ。プラネタリウム、素敵ですね。もともと星が好きでその会社に？そうだな。俺の名前カナトって、赤子の俺が体重少なくて生まれても命の危険があるって言われてて、母親が俺が無事に生まれますようにって流れ星に願ったら、みるみるうちに体重が普通の子くらいに増えて、すげえ元気に俺が生まれたんだって。父親と喜んでお星様が叶えてくれたからカナト。それを聞いてから星にすごく興味が出て、いつの間にか仕事にしてた。すごく素敵ですね。いいな、好きなことを仕事にできてるんですね。そうだな、充実してる。七海さんは天文の課題だって言ってたけど。私は全然詳しくなくて、単位取らないとってなった時に、中学とか高校の時に科学とか苦手で、教科書の星の写真のページとか眺めてたなって思って撮ったんです。あとは星座占い見るのが日課くらいですね。まあそんなものだよな。でも課題のためにちゃんと見に来るの偉いよ。人によってはそれこそプラネタリウムで済ましそう。友達みんなそれやってました。やっぱり。あ、そういえばこれ初めて話す大学の子によく聞くんですけど、カナトさん何座ですか？天秤座だけど。
お羊座なんです。ネットで見てたんですけど、相性いいらしいですよ。へえ、それはいいことだな。はい、本当にお世話になりました。いや、俺も楽しかったよ。ありがとう。課題頑張ってな。はい、いっぱいかなたさんに教えてもらったのでバッチリできそうです。ソロキャンプではなくなったけど、いいリフレッシュにはなったな。今日からまた頑張るか。あれから半年、彼女とは特に連絡先を交換したわけでもなかったので、会うこともなく、あの夜二人で星を見たのはいい思い出として保管された。今日は新しくできた上映館の様子を見に来ていた。オープニングスタッフでかなり優秀な子がいて助かってるんですよ。それはいいですね。この上映館は他の場所にはないカフェやキャンペーンも予定していますから、きっと忙しくなりますよ。え？あれ？七海さん？お二人ともお知り合いですか？さっき話してたスタッフ、この子です。また後でな。はい。こうして思わぬところで七海さんと再会した。彼女は俺と星を見た後、もっと星に興味を持ってくれたらしく、大学の近くにプラネタリウムができると知って、オープニングスタッフとしてバイトに入ったらしい。俺をきっかけにしてくれたことが嬉しい。それを機に連絡先を交換し、二人で会うことが増えた。まさか大学の前で待っててと言われるとは、不審者とか思われないかな。七海もう行くの？うん、今日予定あるから。俺はまだ七海と話したいんだけど。何時間付き合わされるのよ。私にも自分の時間があるんです。七海の隣にいるのって彼氏とかかな。まあいてもおかしくはないか。ってそんなこと気にしなきゃいいのに。やっぱり。あ、かなたさん、お待たせしました。うん、大丈夫だよ。行きましょう。ってかなたさん、大荷物ですね。お前こそ少なすぎじゃない？防寒着持った？秋だし。夜は寒くなるぞ。まあそうだろうと思って俺が持ってるけど。かなたさん、今日は久しぶりに二人でキャンプをして星を見ようと話していた。俺は今日するべきことがある。やっぱりここの星空は最高ですね。うん。かなたさん、どうかしました？七海に聞いてほしいことがあるんだ。何ですか？改まって。前に相性いいって言ってたじゃん。俺も星の話を七海にできるし。ああ、そういうことを言いたいんじゃなくて、何回も練習したのにやっぱり緊張して頭真っ白だ。あのさ、俺七海のことが好きみたいなんだけど、付き合ってくれないかな？え？やっぱり直球すぎた。せっかく星空の下なのにロマンティックな雰囲気とか台無し。なんでそんなに自信なさげにしてるんですか？私もかなとさんのこと大好きです。安心してくださいよ。え？最初はやりたいことを仕事にしてるかっこいい大人って思ってました。でもいつの間にかもっとかなとさんのことが知りたくて、一緒にいたくて、流れ星にお願いしたら叶っちゃった。流れ星？今上映してるやつです。プラネタリウムの星も効果あるんだ。私も好きなのでお付き合いお願いします。いつかこの先彼女と結婚して子供ができたら、きっと星空を見せながらこの話をするんだろうなと、そんな幸せな未来を想像してるなんて気が早すぎるかなと心の中で笑う。俺が見つけた一番輝く星を大切に幸せにしようって星と彼女に誓った。はあ、空気が気持ちいいな。俺は長谷川なごみ、28歳。連休を利用してソロキャンプに来ている。よし、テントを張るか。両親がアウトドアが好きだったので、小さい頃からよくキャンプに連れて行ってもらっていた。そこでテントの張り方や火の起こし方、料理や釣りなどを覚えた。今ではすっかりベテランキャンパーだ。もう山はすっかり秋の気配だな。上京してからは家族とキャンプに行かなくなり、大学の友人とキャンプに行くように。
そして社会人になるとその友人とも予定が合わなくなり、今ではソロキャンプすることの方が多くなった。周りのやつは結婚したり子供ができたり、でなくても彼女ができたり、変わらないのは俺だけか。結婚願望がないわけではないし、彼女だって出会いがあれば欲しいとも思う。でも俺は女性に対しての免疫がほとんどなく、話題といえばキャンプやアウトドアばっかで、合コンに行っても惹かれてしまう。時々寂しく感じるけど、一人は気楽だし、無理して婚活するのもな。まあこれが俺の人生なんだろうな。そんなことを考えながら自然を感じていると、少し離れたところでテントを張り始めた親子の姿が視界に入った。ずいぶんボロくて薄そうなテントだけど大丈夫かな。ねえママ、テントまだ？もうちょっとだから待っててね。真夏なら大丈夫かもしれないが、9月に入るとキャンプサイトの夜はかなり気温が低くて寒い。しかも母親は遠目に見ててもキャンプ慣れしていない様子だった。心配だけど声かけるのもな。最近はソロキャンプに来ている女子に下心を持って近づくというキャンプおじさんが警戒されている。相手は親子とはいえ、声をかけるのは控えることにした。よし、できたわ。やった。それじゃ水を汲みに行こっか。パン。あの親子のテント大丈夫かな。心配になったのでテントを見に行くことに。ああ、これじゃテントが飛ばされちゃうな。テントを止めるペグがしっかり刺さっていなかったため、俺は手早く固定すると自分のテントへ戻った。その夜、雨音？ザーッという激しい雨音で目を覚ました。外はバケツをひっくり返したようなゲリラ豪雨となっていた。あの親子のテント大丈夫かな。心配になったのでレインジャケットを着てテントの外へ出た。少し離れたテントの外でびしょ濡れになった親子が立っているのがぼーっと見える。うわ、大変だ。大丈夫ですか？どうしよう、テントに穴が開いて壊れてしまって全部びしょ濡れだよ。あの、管理事務所ってどこにありますか？そこで寝かせてもらえないかと思って。管理事務所はもう閉まってますよ。もしよかったら俺のテントに避難しますか？でも、ママ寒いよ。すいません、それじゃあお願いしてもいいですか？ではとりあえず貴重品だけ持って移動して、あとは流されないようにして明日の朝に取り来ましょう。わかりました。4人用のテント持ってきてよかったな。まずはこのタオルで拭いてください。ありがとうございます。初めて母親を近くで見てハッとした。俺の初恋の人に似ていたのだ。しかも服が透けている。俺は荷物を探ると、母親に V ネックの薄手のニット、娘には小さめの T シャツを渡した。濡れた服のまま寝たら風邪をひくので、これに着替えてください。俺は向こうを向いてますので。本当にすみません。何ドキドキしてんだ俺。落ち着け落ち着け。これ温かいコーヒーです。娘さんにはホットミルクを。ありがとう兄ちゃん。ありがとうございます。あの、何でしょう？間違っていたらごめんなさい。もしかしてなごみくんかなと思って。え？そんなわけないですよね。ごめんなさい。それじゃあ本当にゆうか姉ちゃんなの？そう、彼女こそ俺の初恋の人、近所に住んでた三個上のゆうか姉ちゃんだった。俺が中学生になる前にゆうか姉ちゃんは引っ越してしまい、それ以来会っていなかった。こんなところで会えるなんて嘘みたい。なごみくんすっかり大人になったね。ゆうか姉ちゃんこそ。ねえねえ、ママのお友達？ママが昔住んでいたところのお友達よ。なごみくんって言ってね、よく遊んでたよね。っていうよりお世話になってたっていう方が正しいかも。いつも優しく俺を世話してくれるゆうか姉ちゃんをいつの間にか好きになっていた。そんな自覚が芽生えた途端、
離れ離れになってしまったのだ。それじゃあ二人はこの寝袋を使ってください。俺は車で寝るんで。え、なごみくんここで寝ないの？俺がいたら寝られないでしょ。そんなことない。昔はなごみくんよく泊まりに来てたじゃない。いや、それはガキの頃の話だから。それになごみくんがいないと不安だし。困ったな。わかった。ただし二人が寝袋で寝るっていうのは譲れないからね。こうして俺はゆうか姉ちゃんと娘のあやねちゃんと同じテントで寝ることになった。やっぱダウンジャケットだと寒いな。寝れねえ。うん。わ、ちょちょ、ゆうか姉ちゃん、胸が丸見え。なごみくん。あ、ゆうか姉ちゃんごめん、起こしちゃった。ううん。ねえ、それじゃあ寒いんじゃない？全然大丈夫だよ。俺ベテランキャンパーだから寒いの慣れてるし。私たちのせいでなごみくんが風邪ひいたら大変でしょ。ほら、もっとくっついて。そんなのできないよ。ゆうか姉ちゃんは弟にやってるつもりなんだろうけど、こんなの旦那さんに知られたらどうすんだ。ごめんなさい。あ、こちらこそ大きな声出しちゃって。本当に大丈夫だから。うん。ああ、ゆうか姉ちゃんに悪気はなかったのに。悪いのは下心があった俺の方だ。その晩俺は一睡もできずに朝を迎えた。快晴だな。なごみくん、おはよう。このまま気まずく過ごすのは嫌だな。おはよう。朝ごはん作ったから食べようか。うん、ありがとう。すっごくおいしい。よかった。まだたくさんあるから食べてね。あやねちゃんがいてくれてよかった。ありがとう。なごみくんがいなかったらびしょ濡れのまま一夜を迎えるところだったわ。本当にありがとう。あのテントはかなり古くて薄かったから、特に秋からの時期は頑丈なテントを買った方がいいと思うよ。あれは夫が大学時代から使っていたものだからだいぶ古かったのよね。それを聞いて胸がズキッと痛む。それじゃあ今度は旦那さんと新しいテントでキャンプに来たらいいんじゃない？パパはね、もういないの。え？お星様になったの。4年前に亡くなったの。あやねが夫に1回だけ連れて行ってもらったキャンプが楽しかったらしくて、また行きたいって言うから古いテントを引っ張り出してキャンプに来たの。そうだったんだ。キャンプの知識もないのに娘を連れて2人だけで来るなんて無謀だったよね。2泊3日で予約してたけど今日帰ることにしましょう。え、帰るの？やだやだ、もっと痛いよ。だってもうテントは壊れちゃったから泊まるとこないのよ。新しいテント買ったらまたキャンプ来よ。またなごみお兄ちゃんのテントに寝かせてもらえばいいじゃん。お兄ちゃんダメ？あやね、わがまま言わないの。俺は大丈夫だよ。せっかくキャンプ来たし、昨日は散々だったからもっと楽しみたいよね。後でお兄ちゃんと魚釣りする？したい、お魚釣る。なごみくん、迷惑だったらはっきり言ってもらっていいのよ。迷惑って思ってたら誘ってないよ。あやねちゃんにキャンプの楽しさを知ってもらいたいんだ。それにゆうか姉ちゃんにも。なごみくん、ありがとう。あ、そうだ、この辺に公共の温泉があるみたいなんだ。体冷えてるし行ってみない？はい、温泉。いいわね、行ってみたい。ということで温泉に来てみたら、まさかの混浴。あ、俺はいいから二人で入ってきなよ。ほら、朝早いから誰もいないと思うよ。でもなごみくんも体冷えてるから一緒に温まりましょう。一緒に入ろう。はい。いい温泉ですね。そうですね。
気持ちいい。緊張でのぼせそうだ。もう限界。お先失礼しま…失礼しました。なんか先ほどは本当にすみません。そんな、何度も謝らないで。無理やり一緒に入ってもらったんだし。いや、本当、あ、魚が食いついているよ。引っ張って。これを回せばいいの？すごい、あゆね。やったごちそうさまでした。キャンプで食べる料理ってすごく美味しいね。そうなんだよね。外で食べるからそう感じるのかな。って見て。いやね、ずっと興奮してたから疲れたのね。寝かせてくるわ。うん。ゆうか姉ちゃん、お母さんなんだな。あの、これよかったら飲まない？雨で全部ダメになっちゃったけど、ワインだけ無事だったの。あ、うん、いただくよ。乾杯。あの、なごみくん、いろいろごめんなさい。昨日寝ていた時、昔を思い出してなごみくんのことを抱きしめようとして。もう私たち子供じゃないのに。それに今日も温泉で、なごみくんの彼女にも申し訳ないことするところだったって反省したの。彼女はいないからそこは気にしないで。俺はゆうか姉ちゃんには旦那さんがいると思ったから断らないとって思って。そっか。でもそれだけじゃない。俺さ、ゆうか姉ちゃんが初恋だったんだ。え？あの頃より綺麗になったゆうか姉ちゃんに再会してドキドキして、密着された時、きっと俺のことを弟だと思っていたのに、俺は下心を持ってて、それがすげえ嫌だったんだ。そうだったんだ。だからゆうか姉ちゃんが悪いんじゃなくて、俺が悪いから気にしないで。もう二度と会えないと思ってたのに、会えてすごく嬉しかった。もう会わないつもり？え？私ね、なごみくんに昨日の夜拒否されて寂しくなったの。でもそれと同時に、なごみくんはもう子供じゃないんだなって。急に大人の男性としてなごみくんを意識して恥ずかしくもなった。それって私、大人になったなごみくんのこと、もっと知りたい。ダメだよね、年上で子持ちの私なんて。ダメじゃない。俺も大人になったゆうかね、ゆうかのこと、もっと知りたい。そんな風に見つめないで、恥ずかしい。もっと意識してよ。俺、あの頃みたいなガキじゃないよ。うん。次の週末、俺はゆうかとあやねちゃんとキャンプ用品を買いに行った。子供用のものもたくさんあるよ。そうだ、子供用の釣り具見たい？うん、見たい。いいわね。さらに次の週末にはキャンプ場へ。あやねもテント立てるの手伝う。それじゃあここ持ってくれる？じゃあ私はご飯の準備するね。こうして週末を3人で過ごすことが普通になっていった。ほら、マシュマロ焼けたよ。これをクッキーとチョコで挟むんだよね。あやね、やけどしないように気をつけてね。うん。はあ、毎日週末だったらいいのに。なんで？そしたら毎日なごみお兄ちゃんと会えるでしょ。そうだね、俺も毎日あやねちゃんに会いたいよ。自然と俺はあやねちゃんへの愛情が湧いていて、大切な存在になっていた。ママだってなごみお兄ちゃんに毎日会いたいよね。ママ、お兄ちゃんに会えるの楽しみにしてるし、会う日はお化粧も気合入ってるもんね。あやねってば。あやねちゃんが俺を受け入れてくれるまで待とうって思ってたけど、
もういいかな。ゆか、結婚してくれませんか？私だけでなく、あやねのことも考えてくれてありがとう。なごみくんと結婚したい。結婚して、三人でいつも笑い合っていたい。うん、幸せな家庭にしよう。やった！なごみお兄ちゃんがパパになる。それから3年が経ったが、俺たちは相変わらずキャンプに来ている。変わったのは、あら、朝日ったら膝が黒くなってる。いいんじゃないか、楽しそうで。朝日、こっちおいで。ねーねと遊ぼう。俺たちには家族が増え、幸せが溢れてる。結婚どころか、彼女すら諦めてた俺に訪れた奇跡的な再会は、神様が仕組んだ運命だったのかもしれない。俺は熊井啓太、32歳。今日はちょっと訳があって一人でキャンプをしている。わ、雨？予報になかった雨が急に降り出したので、慌ててカッパを着てキャンプ道具をタープの下へと片付けた。すると、キャンプ場の奥にある森に人の姿が見えた。あの、大丈夫ですか？助けてください。髪も服もずぶ濡れの女性だった。こっちにどうぞ。俺は彼女をタープの下に入れてあげた。こんな軽装で一体どうしたんだ。彼女はキャンプに来たにしてはあまりにも軽装で、上着さえ着ていなかった。どちらからいらっしゃったんですか？俺がそう尋ねると、彼女は森の方を指さした。え、まさかお化けじゃないよな？肝試しをしていたんです。え、肝試し？はい、もともとは友達と一緒に温泉旅行に来ていたんです。そしたら友達の彼氏が心霊スポットに行こうと言い出して。実話系怪談によくあるシチュエーションじゃないか。私は反対したんですけど、みんな乗り気で、仕方なく私はみんなの後をついていきました。そしたら、やだな、私怖い話でさえ苦手なのに。うわこ、ちょっとどこ行くの？一体どうしたんだ？まさか何か見えたんじゃ。そんなまさか。私もう無理。待って、俺を置いてかないで。そこから無我夢中で走ってきたら、ここに。それは大変でしたね。一緒だったお友達はきっと心配してるんじゃ。ええ、多分。でもスマホの充電が切れてしまって。それなら俺の充電器を使ってください。いいんですか？はい、予備も持ってますから。ありがとうございます、ありがとうございます。体が冷えちゃったんだろうな。焚き火は消しちゃったし、充電が完了するまで近くの露天風呂に使ってきてはいかがですか？え、露天風呂があるんですか？はい、すごく気持ちいいですよ。混浴なんですが。今はちょっとでも温まれたら嬉しいです。そうですよね。俺のタオルとジャージを貸すので使ってください。そんなことまでしていただくわけには。困った時はお互い様ですよ。ありがとうございます。俺は彼女を温泉に送り出し、コーヒーを入れることにした。それにしても、この近くに心霊スポットがあったなんて知らなかったな。あいつが聞いたら絶対怖がってただろうな。あんな話を聞いた後だったこともあり、木の枝からタープに落ちてきた雨粒の音にビビり散らした。しかもタープの外に逃げたせいで、溜まっていた雨水をもろに浴び、びしょ濡れになってしまった。何やってるんだよ。どうしたんですか？大きな声も聞こえて。え、なんでもないです。でも服がびしょ濡れに。タープに溜まっていた雨水が落ちてきて。そうでしたか。俺も行ってこようかな。今ちょうど誰もいなかったですよ。独り占めできちゃいました。そうですか。温まったことで顔色が良くなった彼女は、
森の中で見た時とは見違えるような美女になっていた。じゃあ入ってこようかな。ああ、ポットにお湯が入ってるのでコーヒーを入れて飲んでください。何から何まですみません。俺はキャンプ場に彼女を残し露天風呂へと向かった。親切な人に出会えてよかった。友達にも連絡できたし。でもどうしてびしょ濡れになっちゃったんだろう。まるで何かに驚いてタープから飛び出したみたい。まさか幽霊？あの心霊スポットからここまで私を追いかけてきたとか。ふう、あったまる。さっきの彼女、お友達に連絡ついたかな。温泉に浸かっていた俺が振り返ると、なぜかさっきの彼女がタオルを巻いて立っていた。え？一緒にいいですか？なんで？幽霊がいる気がして怖くて。お願いします、一人にしないでください。え？いいですけど。キャンプにはよくいらっしゃるんですか？あ、はい。今日はお一人ですよね？はい、前は恋人と一緒に来ていたんですけど別れちゃって。そうだったんですか。俺が恋人のユリと別れたのは今年の春のことだった。ユリは大学の同級生で付き合って10年になる。俺はそろそろ結婚をと思っていたんだけど、ユリはそうじゃなかった。ユリの部屋に遊びに行った時、俺は呼び鈴を鳴らしても彼女が出てこないので合鍵で玄関を開けた。ユリ？玄関に男物の靴があった時点で嫌な予感がした。ケータ、どうしたの？忘れ物を取りに来たんだ。寝室に入ってもいい？ダメ！ユリ、ごめんなさい。私、ユリは浮気していた。しかも俺の友達と。二人は俺に頭を下げて謝ったが、俺はどこか他人事のような気持ちで二人を見ていた。俺がいなければ二人は幸せになれるんだな。それならいっか。まあこれといった長所のない俺が10年も彼女と付き合えただけラッキーだったのかな。そんな風に考えてはダメです。え？あなたはとても優しい人です。こんな怪しい女を助けてくれたんですから間違いないです。あなたがいてくれてよかったって私はすごく思ってます。え、どうして笑うんです？だって自分のことを怪しい女だなんて言うからつい。自覚はあるつもりです。ありがとう。ずっとギシギシしていた心がほぐれました。私、和子です。美杉和子。俺は熊井啓太と言います。え？裸で自己紹介してるんだなと思ったらおかしくなっちゃって。確かに。そんなことがあった翌週の金曜日、俺は会社帰りに居酒屋へと向かっていた。お一人ですか？いえ、待ち合わせで。啓太くん、こっちこっち。和子さん。あの夜、俺たちが露天風呂を出ると、駐車場に彼女の友達が迎えに来ていた。みんないい人ばかりで、和子さんを助けた俺に何度もお礼を言ってくれた。和子さんが迷子になったのは、自分たちが肝試しに誘ったせいだからお詫びがしたいと言って、俺を飲み会に誘ってくれたのだ。お疲れ様です。って、あれ？皆さんは？仕事が終わらなくて、まだ。先に飲んでてって言ってたので、注文しましょう。はい。たった一度しか会ってないというのに、二人だけで話していても話は尽きなかった。お互いをよく知らないからそうなのだといえばそうなんだけど。あ、啓太くん、ごめんな遅くなって。ううん、あ、先にいただいてます。お疲れ。パラパラと他のメンバーが集まり始め、賑やかになっていった。話していくうちに彼女以外は二組のカップルだということが分かった。へえ、大学で知り合った仲間なんだ。そうそう、私たち出席番号が近くって。
それが縁で卒業して10年も一緒につるんでるんだから縁って不思議よね。そうだな。私ちょっとお手洗い。あ、私もどうなのよ和子。え、ケイタ君のことよ。どうってすごくいい人だと思うけど。いい感じになれた？え、私たち気を利かせて遅れてきたのに、その様子だと進展はなかったみたいね。あるわけないでしょ。ケイタさんのことはいい人だと思うけど。和子、まだ田所君のこと、いつまでも心配かけてごめんね。前に進まなきゃって分かってるんだけど。え、和子さんの恋人が？ああ、大学2年の夏だったよな。そうそう、夏休み中だった。この5人組はかつては6人で、そこには和子さんの恋人の田所君という人がいたそうだ。でも彼は事故に遭い、なんと記憶を失ってしまったのだという。和子さんのことも全て。最初は記憶を取り戻せるようにって和子は田所のそばにいてあげたんだ。でもどんどん気持ちがすれ違って、結局彼は記憶を失ったことを理由に大学を退学したそうだ。それ以来和子は俺ら以外には心を開かなくなってさ。和子が自分から話しかけたのは啓太君が初めてなんだよ。それはああいう状況だったからで。分かってる。でもそれでも和子にとっては大きな前進なんだ。うん、よかったらまた仲良くしてやってよ。うん。そこまで話したところで女性たちが戻ってきたので、話題は別のものに変わった。なんだか思いがけない話を聞いちゃったな。啓太くん。はい。これありがとうございました。飲み会の帰り道、彼女は洗濯した俺のジャージとタオルを渡してくれた。わざわざ持ってきてくれたんだ。うん。これを受け取ったらもう会う口実が。啓太くんとまた会えたらいいな。あのさ、また会えないかな。え？ああ、こうやって知り合えたのも何かの縁だと思うんだ。俺熊井だから出席番号は遠いけど。私もまた会いたい。やった。それから俺たちは何度か食事や映画に行き、日帰りキャンプにも出かけた。俺は彼女に浮気されて、自分はなんて不幸なんだ、もう恋なんてできないと思った。でも和子さんが笑っている姿を見ると、傷ついた心が癒された。俺にとって彼女はそういう存在になっていた。でも彼女にとってそういう存在になれないかな。啓太くん、次はどこ行く？そうだな。和子？え？そう思い始めた時、田所くんが現れた。彼が記憶喪失の田所くん。偶然だね、和子。うん。俺、実は、記憶が戻ったんだ。あの時は冷たいことばかり言ってごめん。俺、和子のこと傷つけたよな。うん。本当にごめん。うん。元気そうでよかった。感動の再会に立ち会った俺は、どうしたらいいのかわからなかった。彼女はきっと、まだ田所君のことが、元の関係に戻れるとは思ってない。ただ、もしもう一度会えたら謝りたかったんだ。ありがとう。嬉しいよ。みんなもきっと喜ぶ。和子。今度は友達としてよろしくね。うん。田所君と別れた後、俺は和子さんに尋ねた。よかったの？もう一度やり直すこともできたんじゃ。彼が記憶をなくした後、私も変わったから、きっともう彼が好きな私じゃない。そんなことわからないじゃないか。わかるよ。だって
もう好きになっちゃったから。え、私ケイタ君を好きになっちゃった。ワコちゃん、ごめん急に渡したら。俺も好きだ。本当？もう恋なんてできないって思ってたのに、今は君への気持ちでいっぱいなんだ。君と同じように俺も変わったみたいだ。ケイタ君！一度は恋にくじけた俺たちは、こうしてまた恋を始めることができた。俺たちのペースでゆっくりと前に進んでいきたいと思っている。うん、いいな。俺は真壁匠、カメラが趣味の大学3年生だ。今日は一人で七熊山に撮影に来ている。ここ七熊山は都内からの電車で2時間程度。俺のような車を持っていない人間でも来ることができる。だから大学のカメラサークルのメンバーも誘ってみたんだけど、金曜日から泊まりで七熊山の撮影に行かないか？その日は会社説明会だ、ごめん。彼女の誕生日だからちょっと難しい。また誘って。ゼミの先輩に就活の相談に乗ってもらうことになってるからパス。ごめん、泊まりは彼氏がダメって。といった具合に全員に断られてしまった。恋に就活にみんな忙しいんだな。年齢イコール恋人いない歴の俺にとってカメラは良き相棒だった。あ、そろそろ日が暮れそうだ。キャンプ場に行かないと。子供の頃からアウトドア好きの両親にキャンプに連れて行かれたので、テントを張るのも火を起こすのも一人でできる。みんなと来られたら楽しかったんだろうけど、一人キャンプもいいもんだな、なんてことを考えていると、この支柱は、ん？隣の区画の女性がテントの組み立てに手間取っていることに気がついた。困ったな。キャンプ初めてなのかな。どうやら彼女もソロキャンプのようだ。女性のソロキャンプって本当に増えてるんだな。大丈夫ですか？はい、虫が飛んできたのでびっくりして。そうでしたか。うわ、綺麗な人だな。やば、ジロジロ見すぎたか。テントを張るのを手伝ってもらえませんか？アウトドアに慣れてる友達が遅れてて、暗くなる前にテントだけ張っておいてって言われたんですけど、全然うまくいかないんです。ああ、そういうことか。ええ、いいですよ。ありがとうございます。相当不安だったようで、一緒にテントを組み立ててあげるとほっとした様子だった。これちょっとしたものですが、お礼に。そう言って彼女が俺にくれたのはコーヒーのパックだった。え、いいんですか？これ有名なカフェのですよね。ご存知ですか？どうぞどうぞ。はい、俺コーヒー好きなんで嬉しいです。ありがとうございます。私も好きなんです。喜んでもらえて嬉しいです。こちらこそありがとうございました。いえ、じゃあ。こういう時もっと恋愛慣れしていたら、連絡先交換しませんかとか言えたのかな、なんて思ってしまうほど彼女は綺麗で気さくで、もし同じ学校だったら憧れていただろうなと思うような女性だった。年齢は俺より少し上だろうな。憧れの先輩枠だな。うん、そろそろ夕飯にするか。え、来られなくなった？え、どうするのよ。私アウトドア経験ゼロなんだよ。それは大変だね。大丈夫、仕事を優先して。こっちは趣味なんだし。でも埋め合わせはしてもらうからね。お友達来られなくなっちゃったみたいだな。だからといって彼女に話しかけようとは思わなかった。ただでさえ心細いところに隣の区画の男が急に話しかけてきたら、ますます不安になるもんな。え？たびたびすみません。お湯を少し分けていただけないでしょうか。ミネラルウォーターはあるので火とポットだけ。いいですけど。ありがとうございます。彼女も俺と同じように
夕飯はカップ麺だったので、俺は二人分のお湯を沸かすことにした。本当すみません、友達が急に来られなくなって。やっぱりそれは大変でしたね。はい、明日は朝から撮影したかったのに。え、もしかしてカメラが趣味なんですか？え、あ、まあそんな感じです。俺もなんですよ。今日友達誘ったけどみんな忙しくて来られなくて、なんだか俺たち似てますね。そうですね。あ、慣れ慣れしすぎたかな。今日は風景を撮りに？はい、七熊さんの風景を。俺は今日撮った写真を彼女に見せた。素敵。ありがとうございます。もしかして有名なカメラマンさん？いや、全然。サークルでグループ展をしたり SNS に上げたりしてるぐらいで。そうなんですか。すみません。ダメよ、リン。こんなにお世話になったのに撮影まで手伝ってもらおうなんて。ああいう趣味に理解があるかもわからないし。サークルってことは大学生さんかなって。あ、はい、大学3年です。じゃあ私の方が3つ上ですね。24歳なのか。それなのにこんなにお世話になってすみません。いえ、あ、お湯が沸いたので入れますね。なんて感じに一緒に食事をすることになり。これから就活ですか？はい、でも全然ピンときてなくて。わかります、私もそうでした。だから可愛いユニフォームが着たいって理由だけでカフェに就職しちゃって。へえ。それなのに本社勤務になったからそのユニフォーム着られなくなっちゃって。あはは。まあおかげで土日休みになったのでイベントに参加しやすくなったんですけどね。イベント？あ、まずい。写真のイベントみたいな。ああ、そういうのがあるんですね。はい。彼女の写真が見たいとお願いしたが、明日撮影するつもりだったので写真はまだ撮ってないとのことだった。明日は何時ぐらいまでここにいますか？車で来てるのでよかったら駅まで送りますよ。え、いいんですか？え、それぐらい全然。助けていただいたお礼をさせてください。私、猪瀬凛って言います。俺は真壁匠です。よろしくお願いします。俺と彼女は10時ぐらいに帰る約束をして、それぞれのテントに戻った。ん？明日写真を撮るのに、そんなに早く帰って大丈夫なのかな？明日、聞いてみればいいか。翌朝、俺は早朝の景色を撮るために、テントの中で支度をしていた。準備を整えて外に出ると、こうやって、あ、手が逆だわ。え？なぜかアニメを流しながらポーズを取っているリンさんがいた。え？なんとなく見てはいけないところを見てしまった気がした俺はテントに引き返そうとしたのだが、もしかして見ました？見てしまいました。そう、リンさんはアニメがお好きなんですね。ええ、朝から変なもの見たって思ってるわよね。いえ、そんな。変に勘違いされるのも嫌だからちゃんと見せるね。え？見せるって？リンさんはなぜか俺のテントに入るなり着ていたものを脱ぎ始めた。待ってください。安心して、取って食うわけじゃないんだから。ダメですって。これを見せるのは初めてでドキドキする。え、ちょっと、こういうことなの。リンさんはレイヤーさんなんですね。レイヤーというのはコスプレを楽しむ人たちのことだ。早朝の森をバックにコスプレ撮影をしようと思っていたが、写真担当のコスプレ仲間が来られなくなってしまったのだという。リンさんは仕方なくセルフタイマーで撮影しようと思っていたらしい。存在は知ってたけど
本物は初めて見たな。よくできてますね。その衣装すごい。え、このアニメ知ってるの？まあ幼馴染がよく見てたので。そうなんだ、私も昔から大好きなの。放送終わってからも人気なんだよ。はあ、アニメのことはよくわからないけど、衣装を用意したのに撮影ができないって結構ショックだろうな。俺でよかったら撮影のお手伝いしましょうか？え、いいの？俺なんかでよければですけど。ありがとう。今日はこれの他にも2種類の衣装を用意してるの。できれば森の中と向こうの滝でも撮影したくて。あ、そうなんですね。リンさん急に元気になったな。せっかく作った衣装が急に撮影できなくて困ってたんだろうな。行ってみてよかった。結局その後4時間撮影して駅に送ってもらったのはお昼過ぎだった。びっくりしたし大変だったけど、なんだかんだ言って楽しかったな。何見てるの？うわ、え、それってコスプレ？うわ、綺麗な人。勝手に部屋に入ってくるなよ。彼女は幼馴染のさやか。俺の家に住んでいて、こうして突然俺の部屋に遊びに来るのだ。私の写真は全然撮ってくれないのに美女の写真は撮るのね。そういうわけじゃ。じゃあ私の写真撮ってよ。はいはい。そんなことがあった日の夜、リンさんから連絡があった。この前は本当にありがとう。お礼がしたいです。焼肉は好きかな？お礼なんて全然いいとは思ったけど、リンさんに会いたかったので、はいと返事をした。変じゃないかなって今更か。秘密にしてるコスプレも見られちゃったし。たくみくん本当に来てくれるかな。こんな風に年下の男の子を誘ったの初めてだからドキドキするな。向こうはどう思ってるかな。3つ年上の私なんて恋愛対象には見てくれないよね。お待たせしてすみません。電車遅れてて。ううん、私も今来たところ。来てくれた。ああいう場所で知り合ったから、普通に会ったら会話に困るんじゃないかと少し不安だったけど、全然そんなことはなかった。リンさんのコスプレの話はどれもとても楽しかったし、リンさんは俺の就活の相談にも乗ってくれた。こんな風に話してて楽しい女性は初めてかも。リンさんはどう思ってるのかな。たくみくん、どうしたの？あ、ちょっとトイレに。うん。たくみくんスマホ、え、これって彼女だよね。そっか、彼女いるか。そうだよね。あんな優しい男の子、女子が放っておくわけないか。うん。あれ、どうしましたか？うわ、大変だ。これ羽織っててください。俺タオル借りてきます。ありがとう。優しい、優しいけど彼女いるんだよな。今日はありがとうございました。うん、あ、これ。それはまた会った時に。リンさんのそんな姿他の男に見せたくない。とっさにそう思った俺は、まだ会って2回目の彼女に恋愛感情を抱いていると気がついた。それはまずいんじゃないかな。え、じゃあ元気でね。え、待って。え、すみません。そんなことしたら彼女が勘違いしちゃうよ。え、彼女なんていたことないですけど。え、恋愛経験ゼロってバレてしまった。21で恋愛経験ゼロなんてドン引きされるかも。本当に？じゃあ待ち受けの女の子は？え、あ、幼馴染です。あ、アニメのファンの？はい、彼女遠距離で付き合ってる彼氏がいて、写真を撮ってって言われたんです。それを勝手に待ち受けにされて、たまにそういういたずらをするんですよ。
彼女がいたことがない俺はそれを気にも留めなかったと話すと、なぜかリンさんは嬉しそうに、そっかと言った。リンさん、彼女がいると勘違いして俺と会うのはまずいって思ったってことは、俺のこと男として見てくれてるのかな。あの、また会えませんか。俺、リンさんの写真また撮りたいです。え、いいの。はい。それから俺はリンさんのコスプレ写真を撮るようになった。コスプレのイベントに帯同したり、綺麗な景色を探しに出かけたり、俺はそうやって彼女のことをもっと知っていけたらいいなと思っていたのだが。あ、これ例の匠くんが撮った写真。そう、あなたがドタキャンした日に知り合った匠くんの写真です。ごめんって、いい写真だね。私ってもしかして恋のキューピッド？え？何言ってるの？だってこの写真、リンのことが好きって気持ちが溢れてるよ。え？見ればわかるよ、匠がリンさんを好きだってことは。マジ？俺の気持ちは写真から溢れてしまっていたようだ。早く告白しなよ。わかってるよ。次に会った時に伝えてみようかな。あ、ごめん、巻き足そうか。行かないで。うん、このままずっと荒野さんとこうしてたいな。俺は山中荒野、七熊大学に通う2年生だ。今日は彼女の美咲とのデートで七熊駅の金の天使像の前で待ち合わせてるんだが、遅いな。美咲が遅刻するのはしょっちゅうだが、1時間も遅れてて LINE しても既読すらつかない。電話にも出ないな。まさか事故にあったんじゃないよなと心配していると、なんだ、マサルか。マサルは幼馴染で同じ大学の同じ学部に通ってる。お前、美咲ちゃんと別れたのか。え、どういうことだ。意味が分からず俺は慌ててマサルに電話した。マサル、どういう意味だ。俺、今日は美咲とデートで待ち合わせ中なんだけど。マジか、なんで。嫌な予感がしたけど聞かずにはいられなかった。あのさ、美咲ちゃんのインスタ見てみな。自分の目で確かめた方がいいと思うから。おう。あー、今度宅飲みでもしようぜ。じゃあな。ありがとな。インスタって何アップしてんだよ。俺は美咲のインスタを見て固まった。なんだこれ。美咲がストーリーに男とのデートをアップしてて、しかもそこに初デートと書いてある。プロフには俺の代わりに新しい彼氏の名前が交際期間とともにアップデートされてた。ちょ、ありえねえだろ。俺は美咲とちゃんと話がしたくて何度も電話したけど繋がらず、結局その日は家に帰り、最悪な気持ちのまま一夜を過ごした。あ、いた。おい美咲、お前どういうことだ。どういうことって、これ見てわかんない。私、新しい彼氏できたから荒野と別れるってこと。それならそれでちゃんと話し合うべきだろ。話すって何よ。荒野のこともう好きじゃないんだし、時間がもったいないんだけど。ひどすぎだろ。昨日だってずっと待ってたのに。顔がいいからと思って付き合い始めたけど、荒野のデートつまんない。公園とか動物園とか植物園とか、子供じゃないんだから。私はもっとおしゃれなデートがしたいの。ほとんど美咲の行きたいとこ付き合ってんじゃんか。それで昨日は久々に俺の行きたいとこ付き合うって話だったろ。そういうのがうざいの。じゃあね。ちょ、だよ荒野。あ、マサル、お前の言う通りだった。そっか、実はさ、美咲ちゃんサークルで男特会引っかいで有名らしいわ。だからまあ別れてよかったって思うよ。そうだな。次の週末、マサルに遊ぼうと誘われたけど誰とも話す気になんなくて、俺はソロキャンプに行くことにした。本当は美咲をキャンプに連れて行きたかったけど、虫がいるしテントで寝るとかありえないって断られたんだよな。俺の両親は自然が大好きで、小さい頃からキャンプによく連れてってくれた。その後ボーイスカウトに入って
ますます俺はキャンプの魅力にハマったのだった。だから遠出しないときは公園とか植物園とかそういうところで過ごすのが好きだ。美咲とはもともと合わなかったんだよな。遅くに出たからもうこんな時間になっちまったな。さてテント組み立てるか。最近のテントは昔ほど組み立てが大変じゃないのが多くて、慣れてる俺はすぐにテントを立て全ての準備を終えた。こんなもんか。あとは焚き木持ってきたけど小枝も拾っとくか。小枝はこんなもんでいっか。日が沈む前に飯作んないと。ってあれ、俺の視界にうずくまってる女の子が見えた。あの大丈夫ですか。足をひねっちゃって。うわ、めちゃめちゃ可愛い子だな。連れは。私一人で来ました。テントは。日帰りのつもりで来たんで持ってきてません。マジか。最近ソロキャンプとか流行ってるから軽装備で来る子も多いんだよな。車で帰るにしてもこの足じゃ運転無理かもな。とりあえず俺のテント来ます。怪我の手当てしますんで。すみません。おぶるよ。でもいいから。すみません。柔らかいものが背中に当たってとか考えるな俺。はい、これで OK。 ありがとうございます、助かりました。火起こすから温まって、夜は冷えるからさ。はい、あのこれよかったら一緒に食べませんか。レトルト食品持ってきたんですけど。へえ、いろんなものがあるな。でもさ、今回は俺に任せてくんない。え、うまいの食べさせてやるから。はい、スペアリブ、あとブラックビーンズ煮込みとサラダ。すごい。キャンプの楽しみの一つは野外での料理だからね。すみません、せっかくのソロキャンプだったのにお邪魔しちゃって。いや、むしろ付き合ってくれる子がいて嬉しいよ。あ、ビール飲める。私まだ18歳なんでお酒は。え、もしかして高校生？いえ、大学生。七熊学園大学の1年生です。マジで？俺も七熊大2年生だけど。学部は？外国語学部、フランス語学科です。俺国際学部、グローバルコミュニケーション学科。学部違うと同じ大学でも知らないもんだな。学年も違いますしね。でも同じ大学って知ったら急に親近感湧きました。俺も。あの、私林メモリって言います。メモリちゃん、可愛い名前だね。木の芽の芽に森林の森でメモリです。両親が自然が大好きでつけたんですけど、小さい頃は物を測るメモリと同じ名前でからかわれて嫌でした。俺山中荒野、広い野原って書いて荒野って言うんだ。うちの親も自然が好きでこの名前つけたんだけど、荒野、あや、そうやみたいにからかわれてさ。あ、笑ったな。だって荒野さんの言い方が面白くて。すっげー嫌だったわ。私と同じですね。でも荒野さんって素敵な名前だなって思います。ありがとう。メモリも。なんだこの微妙な空気は。あー、食べようぜ。はい、いただきます。スペアリブって食べにくいよな。しかも女の子だし、かぶりつくとか。うー、おいしいです。スペアリブ最高。なんだこの子、めちゃくちゃいい子だし可愛いぞ。美咲なら絶対文句言ってんだろうな。だろ。あ、私は水だけど乾杯しませんか、この出会いに。おう、そうだな。乾杯。ごちそうさまでした。美味しかったです。よかった。私後片付けしますよ。メモリちゃんは足痛めてんだから無理しなくていいよ。でも俺こういうの得意だしさ、任せてよ。すみません。だいぶ冷えてきたね。薪増やそっか。あったかいです。これブロワーっていう枝葉やゴミを吹き飛ばす機械なんだけど、これで吹きかけるとめっちゃ火の勢いが良くなるんだ。あー、すごい。甘いの好き？好物です。好物か。じゃあマシュマロ焼いてスモア作らね。あ、作ったことあります。
焼きマシュマロにチョコとクッキー挟んで食べるんですよね。そう、はい、これありがとうございます。いや、真っ黒焦げになっちゃった。距離加減がむずいんだよな。俺の完璧だからあげる。え、いいですよ。いいから。俺さ、マシュマロが好きなわけじゃなくて、この焼きマシュマロ作るのが好きなんだ。それじゃあこれチョコとクッキーで挟んで。こうやさん、スパダリすぎです。スパダリ、何それ。スーパーダーリンの略で、見た目がイケメンでハイスペなだけでなく、中身もイケメンな完璧男子のことです。いやいや、俺そんなんじゃないから。そうですよ、だって彼女にも振られたばっかだし。え、そうなんですか。俺さ、デートでも公園とか植物園とかそういうの行きたかってたから、もっとおしゃれなデートしたかったって言われてさ、俺は美咲に振られた経緯を話した。そんなのひどすぎる。めちゃめちゃムカつく。俺のために怒ってくれてありがとう。だって高野さん全然悪くないじゃないですか。私が高野さんの彼女だったら絶対に楽しいし嬉しいのに。ほんと、メモリちゃんみたいな子が彼女だったら毎日楽しいだろうな。って、出会ったばっかの子に何言ってんだ俺は。怪しすぎだろ。あ、ごめん、巻き足そうか。行かないで。うん、このままずっと高野さんとこうしてたいな。うわあ、こんな甘えられたら勘違いするから。かなり暗くなってきたな。そろそろ寝ようか。って寝袋一つしかねえじゃん。メモリちゃん、あんま綺麗じゃなくて悪いけど、俺の寝袋使って。でもそれじゃあ高野さんが。俺は大丈夫だから、ブランケットあるし着込んで寝ればなんとかなるから。この寝袋、二人で寝られませんかね。無理無理、これ一人用だから。それじゃあこれ敷いて上にブランケットかぶって二人で寝ましょう。それじゃあメモリちゃんが風邪ひくって。高野さんだって。だから二人で寝ればあったかいでしょ。ちょ、勘弁してくれ。ごめんなさい、高野さんが嫌なら私出てきますから。そうじゃない、嫌じゃないから困ってるんだ。俺、彼女と別れたばっかなのに、もうメモリちゃんに惹かれてる。そんなの私だってですよ。高野さんが私を見つけてくれた時から好きになっちゃいました。え、一目惚れってダメですか。ダメじゃない。よかった、高野さん大好き。うん、俺も。こうして俺はメモリちゃんと恋人になった。後日、俺が大学校内をマサルと歩いていたら、美咲に声をかけられた。こうや。え、美咲どうした。あんだけこうやにひどいことしときながらよく声かけられたな。だからあれは一時の気の迷いだったんだってば。今夜が私の意見を優先してくれるって言うなら、また付き合ってあげてもいいわよ。なんだかんだ言って今夜イケメンだし優しいし。あー、悪いけどもう美咲のこと全く興味ないから。え、今夜さん。あ、メモリちゃん。え、お前がキャンプで助けて恋人になったのってまさか林メモリちゃんのことなのか。ああ、偶然同じ大学でさ、驚いた。あの子1年だけど入学した時から可愛いって噂になってて、ミスキャンパスになるんじゃないかって言われてんだぞ。嘘。確かにメモリちゃん可愛いもんな。つうかまえた、何の話してたんですか。ああ、メモリちゃんが可愛いって話。それを言うなら、こうやさんめちゃめちゃイケメンだし、優しいし男らしいし、料理もできてスパダリで、私こうやさんに出会えて本当によかった。俺もメモリちゃんに会えて幸せだってことだから、美咲、じゃあな。何よ、絶対にこうやよりいい男見つけてやるんだから。いるはずないのに。ああ、俺もソロキャンプしようかな。最
後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ナナクマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。